皆さんこんにちは、ヨシカチャンネルです。いや昨日はね、もうね、星空を眺めてね、感動したわ。私あ寝てました。寝てた。双子座流星の日やって、皆さん見られましたか？私はね、12時頃ね、ベンチコート着て、着込んで、ベランダ出て、でこうやって星空眺めてました。寒っ。だいたい10分ちょっとかな、15分はいなかったかもしれんけど。寒っ。見たいっていう気持ちの方が先だってね、そんなに寒く感じなかったんやけど、フードも買って、そしたらね、3つ見れました。よくあの娘が実家で暮らしてる頃は、ずっと一緒に見てたから、なんかそれが懐かしいなと思って、ちょっとだけこう寂しいというか、ちょっと感傷に浸りながら、僕はあの寝たい方が先に立ちました。絶対夜は嫌やもんね。素敵な夜でした。 Brand new street and brand new me. Side by side by friends I need. Don't you tell me that you're inAgo. Hey, now that our names are written in stone, let's be honest. Sounds like home. 私は家で過ごそうと思ってるので、そうですね。だから少し早めのクリスマス気分を少し味わう、はい、ランチに行きたいと思います。Go.あれなんでしょ。その隣のあれ、あれ。あれか。うん、もうこれ一方通行やからこっちしか行かれへんから、ここ前やな。全部駐車場この辺前やわ。実はね、高槻市で、あのランチ予約してたんですけど、ちょっとキャンセルになっちゃいました。高槻の駅前ということで、駐車場タイムスいっぱいあるわと思ってたのが、行けば行くほど全て満車で、全て満車で、そうこうしてるうちに予約の時間ちょっと過ぎてたので、電話したんですよ、すいません、ちょっと近くまで行ってるんですけど駐車場が探しててって言ったら、すいませんって、こちらは10分過ぎると自動的にキャンセルシステムになりますって言われちゃって、そうで、今席は埋まってるけど、あの並んでいただけるんでしたら大丈夫ですよって言われたけど、結局ね、もうどこも満車やったから、そうそう、電車で行くべきとこでしたね。そう、どっちにしても今からじゃあ10分遅れで行けますよって言われても、車止めるとこがなかった、ね、なかった、ということで諦めました。はい、移動したいと思いますけど、はい、探します。どこあるかな、あるかな、突然、予約なしで行けるかわいらしい。
うわ、すごい。あれQR コードで注文するみたいな。え、そういうこと。そんなん初めてや。それでメニューが出てくるっていうことやね。あ、出てきた。すごい。ピザ系かパスタ両方食べたいな。寒いからちょっと場所変わってもらいました。景色がすごい、公園がめっちゃいい。そう、ワンちゃん連れはもちろん来れますけど、ちょっと寒いね、外やからね。みんな来てはるの。来てはるね。はい、すいません。ルイボスティー、水かルイボスティー。マスカットティー、なんか変わったの。あ、そうなの。よしかった。もうこれ着きましたよ。着きましたよ。美味しそう。器がかわいいな。ゆしかちゃんは撮影で大忙しです。今日はね、そういうとこも全部撮りますから。よそのやつを見ると、おお、こけるで、怖いで、怖いで、これちょっとこっちやっときますわ。手でいきます。すごいチーズが。濃い濃い、美味しい。なんかこれ。美味しい、すごい美味しい。トマトソース。え、これヨシカちゃん、これルイボスティー、これ美味しいわ。美味しいね。めっちゃ美味しい。ハーブも入ってる感じが。あ、それでか。普通のルイボスとちょっとチャワチしてると思った。飲まして。うん、いいね。季節のいいかも。本当や、すごいいいかも。最高やと思うよ。ちょっといいか、ちょっと。行ってみよう。はい。行ってみようって言って。行ってみよう。私はね、うん、クリスマスはケーキにチャレンジしようかなと。僕がっていうのは嘘で、お手伝いしてケーキを作りたいな。うん、いつもケーキ僕参加してないからね。うん、頭には料理も参加してないけどね。やってみたいなと、そう思ってます、ね。うん、年末ライブのね、コミュニティでね、アンケートを取らないといけないなと思ってて。あ、うん、そうやね、うん。皆さん、仕事の予定とかは決まってきてると思うから、そろそろかなとは思うけど。まあ、31日はさすがに見てくださる方少ないかなと思って、うん、28、29、30の3日間の中で、それぐらいかな、うん、っていうのは思ってるんですよ。うん、それと、時間帯もいつも通り9時がいいのか、うん、はたまた1時間前倒しの8時か。うん、そうやね。ね、うん、まあそんな感じでお伺いできたらなそう、ね、とは思います。アンケート取ってみましょうか、ね、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
さよなら。